どうみなおとです、今日はね、一つお知らせがあるんですけど、今ねコロナウイルス問題でね、結構僕たちのねこう音楽だったりライブの業界が結構大変に、ね、なってて、本当にこれから今までやってきた仕事がねできなくなってどうなるかわかんないというような状態なんですけど、そんな中、念のためですね、僕ね引っ越ししました。これね、コロナ云々があったから急いで準備してとかってわけでも実はないんですけど、たまたまちょっとねタイミング的に僕がこう、ね、お店を辞めて、ね、お店に携わることを辞めて、でこうマネジメントとかねプロデュースを専門にやっていこうと思ってたところと、ちょうど今回のこういったことがいろいろ重なって、とにかくできることをしようとか、で未来のことはどうなるかわからないので、未来のことも考えて、本当すべて日々の生活から采配していかなきゃいけないな、やめたくないか、続けなきゃいけないか、なんでね、引っ越しをしています、しました。でもうね、なんかね念のためだからさ、もうどこまでも下げれるだけ下げようとかってさ思ってさ、今日も大学生の時よりもちょっともう安いぐらいのねところにね、今引っ越しましてね、ちょっとまだバタバタしてますけど、新生活を楽しみたいと思ってますいやたまたまね本当自分はね独身だし、こうやって仕事がどうなるか分からない中で、授業を続けていく中でね、結局、僕このライブアイドルの世界で、やっぱりそれを頑張ってやりたいとか夢持ってやる子たちの収入をなんとかこう増やしてあげたいとか、そういう稼げる環境を作りたいとか、いろんな目的とか目標があって、で、今みたいな時もね、こういう状況になって、例えば僕たちができることが狭くなったりね、稼げるお金が少なくなったとしても、なんとか所属タレントの子たちには今までと変わらない生活を続けて、でさらにステップアップしてほしいという願いが、あるんですよね。でなった時にね、収入を維持したりとか増やすことを考えるももちろんなんだけど、その使うお金ね、なくなっていくお金の方も考えなきゃなってなった時に、本当に僕自身がじゃあそれを生きていくために使っているお金みたいなのも、下げてもいいものはね下げて、ね、食べるものも何も食べず、なんかガリガリのなんかねひょろになるのはちょっとなんかねみすぼらしいからあれだなと思うんですけど、下げれる部分は下げれば、ね、これがほんのね例えば数万円だったとしても、なんかそれでね、ファンの人たちが使ってくれたお金がさ、多少でも浮くとか、なんかそういう状態になればいいなと思って、今回、そういう風なこともこの1ヶ月ぐらいでというか、もうちょうどこの1週間2週間ぐらいでね、いろんなことをしていました。というわけでね、僕がねこう今動画の配信もちょっとね再開しましたけど、これからねなんで本当に僕が去年本当にこの YouTube ぶわーめちゃくちゃやっててさ、いろんなねこの業界への問題定義みたいな動画もアップしたんですけど、それがねなんでなのかとかね、そういったことも、こういった僕の自身の行動だったりとか、これから、ね、新しく立ち上げた、ドピックス、ね、プロダクションの、運営のスタイルからもねなんとなく垣間見えるんじゃないかなというふうに思います。それを分かりやすく、これから僕たちはちょうどこんなピンチの中ね、いろんなものをね見つけながら、いろんな、ね、アイデア、いろいろできることを見つけながら頑張っていきたいと思います。というわけで、結構ね新鮮でなんか新鮮でやっぱねいいっすよ、なんか楽しい新生活を、ね、このコロナ禍の中ね、こんなウイルス問題の中、仕事も私生活もいろいろ楽しみながらやっていきたいと思います。皆さんもね、実際でコロナにかかってしまって苦しい思いしてる人はいると思いますけど、本当に病気だとか事故だとかそういったのは、ね、普段から、ね、いつ誰がどうなるか分かんないものだから、
あまりね、このコロナウイルスの問題をなんかあまり悲しいこととは思わずに、その中で、ね、自分らしい生活を日々していくというようなことを、まあね、それぞれ考えながら頑張っていけたらなと思います。まあ、うちの、ね、所属タレントや、ね、これからうちの所属タレントになる子たちにもなんかそういう精神をきっちり持った、ね、清く正しく楽しく頑張れる、ね、事務所にしていきたいし、そういう子たちを育てていきたいなというふうに思ってます。というわけで、今日の動画はここまでです。お疲れ様でした。ありがとうございます。